はい、こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、大学の卒業生の、ゆうこさん来ていただきました。はい、もうよろしくお願いします。ゆうこさんは今はクラシックのピアニストとして活動していて、はい、この間ラジオ番組も、名古屋のミッド FM、はい、もう結構長いよね。もうすぐ2年になるかな。はい、一回僕も前に出させていただいて、ね、もう一回呼んでいただいて、お話をしました。でその時にこのジャズのアドリブってどうなっていう話をしてて、そしたら今日はタイムリーにもルート666を今度演奏するということで学校公演って言って、あの体育館とかでやったやつある。あれでジャズの僕の作ったキャラクターが一生懸命の歴史を紹介していって、あの音符、あ違う、ピアノの形のやつを、あの子が一生懸命こう説明してくれて、でそれでこう途中でこうアドリブ体験っていうのをこれをやるんですよ。で、でこのシールが貼ってあるから、このシールの部分のこのブルーでつけてあるシール、ちょっと見えにくいかもしれないけど、ブルーのところのこれがいわゆるブルーノートやよって説明をすると。これはラジオでも話したもんね。はい、だからブルーノート、この音を使うととってもこう暗い感じの、うん、色で例えるとしたらブルーちゃうみたいな、うん、で、赤が要はキーの音なので、あ、なるほど。なので赤に行けば終わった感じが、全部終わった感じがする。うん、でこう形容すると青が一番不安定なので青から始めて、赤に行ったらなんか話が一差しっていう感じですね。なんか弾いてみましょう。そう、終わった感じ。ここに終わったら、ここに行ったら終わった感じなんで、こっちでもいいのよ。だから、という感じで、あんまりランダムやと変な感じがするんで、なんかこう不安定なところからだんだん赤に寄っていくって感じにするとうまくいくかな。あとはリズムが、ジャズの場合はですね、表拍でこうリズムが終わると、例えばこういう曲があったとして、表ばっかりだとワンツースリーフォー今一つなので、不安定なところでジャズっぽい、そう、ビバップって言うんですけど、あのスキャットでなんとかなんとかビバップ、ビーバップっていう、なんかこうジャズっぽくなるよね。リズムがなんかジャズであれば比較的ジャズになりやすいというか、なんかスケールを覚えてというかは、この1曲を通してずっとこのスケールで演奏するんで、ドラムなんてそうやんか。ドラムって基本的に小太鼓とちっちゃい太鼓と大きい太鼓と足で踏む太鼓と4つしかないよ。それでなんかドラムショーってずっとやってなきゃいけないから、そしたらもうリズムが良ければ別にこんだけ、これって大体のオクターブの間にペンタトニックって言って1,2,3,4,5個あるのよか、でプラスブルーノートってやつね。このブルーノートはこの一番きつい、ゲゲゲのキタラの一番きついブルーノートなんですよ。だからちょっと上に貼ってあるんだけ ど、 なるほど、これがこのブルーノートスケールと言われるやつなんですか。ペンタトニック、マイナーペンタトニックスケールにブルーノートが一つ刺されてるっていうスケールなんですが、これだけで、まあ、ずっと一曲通してコードが変わろうが何をしようが、この間ずっとこれでアドリブができるという。コードが変わってもひたすらこれ、ひたすらこれでいける。でコードが変わったところはそこのコードの使える音を足すこともできるみたいな。
送ってきてくれたやつはキーが D やったけど、はい、勝手にEm7A7 で勝手に分割してもいいよって言ってたやんか、うん、要はジャズの場合は僕がよく説明するのは、このダイアトニックコードって言って、まあ、例えばキーが C やったら、うん、発見だけのハーモニー、うん、これが一番馴染みがいいんですよ。だから、どっちかというとその童謡とか、まあ、比較的アイドルの曲とか、最近のアイドルの曲は結構凝ってるんやけど、うん、昔のアイドルの曲とかはもうみんなこの発見だけで曲ができてるみたいな感じ、でそうするとちょっとこう音楽的には、まあ、言い方悪いと幼稚な感じというか、うん、まあ、シンプルというか、うん、そういう感じになるわけですよ。でジャズの場合はいかにこの黒鍵をうまくと混ぜていくかみたいな、うん、そうするとこう濁るやん。だからこの、うん、このキーが C やのにミのフラット弾くってどういうこっちゃねんって感じなんやけど、まあ要は横に流れてたら全然平気やん、うん、だって C メジャー弾いてるもん、うん、要はドミソでこれがマイナーでこれがメジャーって言ってんのにメジャーの上にマイナー乗せるみたいな、うん、だからなんかメジャーなのかマイナーなのかよくわかんないっていうのがなんかブルースにちょっと近いとこあるんやけど、でこういうこうちょっと濁ったサウンド音をぶつけることによってなんかこう人間つらいよねみたいなそれがジャズになっちゃうかなみたいな複雑よねそう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 いろいろあるよねみたいなこう子供の時でそんないろいろまあ子供もまあまあ大変やろうけどいろいろあるやけど、まあ、大人のいろいろとは違うやんちょっとわけがだからそういうのが混ざるとかっこええやんみたいな、でそうすると発見は全部俺は家族っていう、だからずーっと家におったらなんかこうしょうがないなみたいななるやん、たまに友達に会いたいなみたいな、でもずーっと友達と一緒やったらまあそれはそれでしんどいやん、確かに、でなんかもうちょっとこう気使うし、うん、ほっとしたいなみたいな、セカンダリードミナントっていうのはジャズで一番最初に出てくる、ちょっとみんながこけそうな、うん、違うキーから借りてくるみたいな、要はキーが C なんやけど D マイナー、うん、D マイナーはキーが C の息子さんやん、なこのキー C の家族の中の長男さんなんやけど、うん、はい、なよし D マイナーの5度7っていうのは A7 やん、クラシックでもそうやん、 D モールの、5度7って A7 じゃないですか、な何の属7、うん、属7属7って言われ属7って言ったらあかんのかだからこの属7やと、うん、D モールの中の属7と、うん、トニックに行った、うん、の一度に行った感じやんか、うん、でキーが C の中で一瞬このこいつが入るわけやんか、だけど D マイナーに行くみたいな、うーん、要は D マイナーの彼女やからその D マイナーの手前には入っていい、突然入ってきて家の中荒らしてたらあかんやろ、その知らん女おるみたいな感じやんかだから知らん女がパッと買って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 冷蔵庫開けて牛乳飲んでたら困るやん。だけど D マイナーの後ろについて一緒に牛乳飲んでたら別に彼女やからええやんみたいな感じで、こう家の中にいろんな人をこういろんなルールで招き入れていくみたいな感じで、あまあ俺は説明してんねんけど、わかりやすいやろ、わかりにくいのかわからんけど忘れにくい、そうわかりやすいけどそう、要はその家族のまず音を覚えて、その家族に関係するやつを隣にやったら置いてええでとか、うん、この手前にやったらこの辺置いていいで、一旦外れるけどその後にパッて見たら、ああこいつの彼女とパッて家入ったら知らん女あるけど、あ横見たら息子の彼女かって言ったら大丈夫みたいな、だけど知らんやつはこうたらどういうこっちゃねんってなるやんみたいな、そういう説明をしております、はい、まあそういう感じ。だからジャズの場合はだからこうずっと繰り返してんの、ずっとひたすら繰り返してて、でアドリブって言うとめっちゃ難しそうに見えるけど、うん、もう人差し指でこうやってやっていけば、だから僕の、オンラインでやってるスクールでは、リズムのテンプレートがあってそれ組み合わせてやる、さっきみたいに、こういう風にやっていけばなんかそれっぽいジャズの、うん、ジャズっぽくなるみたいな感じ、だからリズム的に言うとドラマはタードンタードンタードンタドンってやったりするんだけど、なんかこうドラムのソロとかできない人ってみんなタカタタカタタンドコドコドコドン
タカタタン、ドコドトン、ドコドドコドトンってやる人が多いよね。あ、そうするとこうなんか応援団みたいな。でもタカタタカタタトン、ドコドドコドタトン、タカタタトン、ドコドドトン、タカタタカタタトンってやるとジャズっぽくなるんだよね。最後はビバップになれば、要は表で終わらずに表を安定するから、表にもう一つ添えて裏拍で終わらせておくと、あの文章が長くなるというかね、言葉で言うと、昨日映画行った、ポップコーン食べた、友達と行った、ポップコーン美味しかった、映画面白かった、以上みたいな文章ってちっちゃい子が書くやんか。でもそれだとこう接続詞っていうか一個一個文章が短いから、昨日映画に友達と行って二人でポップコーンを食べましたみたいな、何々してみたいなのがディーダーってこう話が終わってるんじゃなくて、何々してみたいな接続詞、ね、うん、それでみたいな、そうするとディーダーってやってたら、ディーダーってまだ終わってないから、まだ話が来るんかなって思うやんみたいな、リズム的に不安定な状態のまま置いとくと、まだ話が続くんじゃないかみたいな形の、なんかこうアドリブが取れますよみたいなことを、ドラムソロも、ピアノソロもギターソロもサックスのソロもみんなそれでやると、まあ なんかあの譜面をミンとアドリブできるよねみたいな。そうするとまあちょっとそれでも音楽的には幼稚なんで、上手い人が作ったフレーズをここのエリアにはめ込んでいくとか、でそのさっき言ってたそのリズムのパターンみたいなのは結構よく使うリズムみたいな、うん、そういくつか7つあって、その7つを組み合わせる、要はリーダーって1個みたいな。で今度はなんか上手い人のやつやってると、だいたいそれを骨格にいろんな音詰め込んであるから、でこれで1つやろう。そうするとコードって同じやから、1段目のフレーズって何コーラスもあるから、何回目も1段目とか使っていいよ。でもしそのここの音だけで使ってたら、そのフレーズはどこにでもはめ込めるしみたいな、そういう形でこうなんとなくエリアで考えて、ここの2段目のフレーズとか3段目のフレーズとか覚えておいて、そこで使わなきゃいけないものとか、全体で使えるものとか、なんかそういうのをで、もっと難しくなってくるとムーンリバーみたいな曲がコードがどんどん1小節ずつ変わっていくわけ、でも1小節ずつ変わってても4つでまとめてこのキーって考えると、そのスケールは弾けるから、そのキーをこう今みたいにリズムで弾いたり、で人のフレーズをそこにはめ込んでみたり、っていう風にしてアドリブでなんだ。だからまあ言語と一緒で、あのよくある定型文を覚えたり、簡単な文章の、主語とか目的語と変えることでなんか喋れるようになっていくみたいな感じ。だからその書いてあるとどうしてもそれを覚えて忘れて終わりやから。確かに。だから自分なりに覚えるのもこの短い文章を組み合わせながら、なんかこうで、しかも相手がこう何て言うの、リーダーってやったら、だったら誰かが答えてくれたりするみたいな、会話みたいになるみたいな、そういう感じのやつをやってるんですよ。なんかそれをこの間ですね、この愛知東海愛知新聞ってやつで紹介していただきました。はい、一面のここに載せていただいたんですけど、これあの記者さんがこれをずっとやっていただいて、めっちゃ楽しかった。その人ホルンやってた人なんですけど、めっちゃ楽しいとか言って、アドリブって一生できへんと思ってたけど、ちょっとできるかもしれない、なのでこれ後で送ったるからさ、これ D7 のやつ送ったるから、今のところね、あのいただいた楽譜、アドリブのところ空白になってるから、そうだから空白になってるところを今の音遣いで相手のフレーズの合間になんかこうなんていうのとか埋めてあげたりとかできたら遊べるかなみたいな感じ。だからそれはまあリハでちょっと遊んで、ちょっとこんなんやってもいいですかみたいな感じでやって、あ、ええやんって言ったら本番でやってもいいし、まあ、あのそれはまた練習してもらえば。だからアドリブってなんかちゃんと訓練、そのアドリブの訓練をすればそんなに難しいもんでもないですよ。だからこう本当にアメリカに行くとさ、サックスとかの人、まあ、初めてされました、この音とこの音とこの音、ブルーノートがこれ覚え言うて、でピアノの人がこうやって弾いたやつを真似して、で音間違えるとみんなで笑って、でだんだんできてくんねやか。で1時間ぐらいずっとこれ繰り返してるから後半ぐらいも結構吹けるんで、みんなで、違う音も勝手に混ぜたりとかして、勝手にできるようになってくる。勘のええ子はもうすぐに、だって初日でブルースなんかあのアドリブ結構できるようになっていくね。もうそれでできたら楽しいですよね、みんなでこうやってね、そう言われて。だからこう
耳で覚えてるか、例えばこのっていうこういうのもフレーズもさ、あのクラシックやとこうピアノでこう全部譜面書いてあってそれが情報やけど、ジャズの人たちって音色があるからさ、ダードディーダダードディーダとか、あ、同じことやってんのになんかこう拳聞かせてなんかこう歌っていくみたいなこともあるし、だからそういうのをサックスとかこうピアノとかギターの人がその現場で上手い人のやつを聞いて覚えてって、だから言語な感じなんですよ。だからこう音で覚えてるからなんかこう体が反応していくみたいな形になっていくんで、逆に譜面書かれるとなんかでクラシックの人はパッと譜面見たら音バーって浮かぶけど、ジャズの人ってそっちの訓練あんましてないから、だから譜面見たらなんやこれみたいな感じで、まあそういう人、まあどっちもできる人おるけどね、でもそういう感じですね。ラジオでやったんですけど音だけやからね、そうそうそう、このねこの鍵盤をこうね、見ないと何言ってるのか分からへんみたいな。でも一応音で弾いたりとかしてちょっとやってもらってるんですけど、それをちょっとせっかくやから YouTube も使おうよということで、まあなので僕の YouTube のリンクの方にも多分ゆうこさんの、ゆうこドルームの、ラジオのやつは多分 YouTube にも上がるように、そう YouTube に相互リンクするみたいな感じでね、はい、させていただこうかなと思ってますので、ゆうこさんいろいろクラシックを弾いてる自分のあれもあるよな、あの YouTube、私の YouTube はちょっとコロナの時期にやってたんですけど、うん、まあ今あんま更新してない、更新はしてなくて、うん、だからインスタグラムとかであのコンサート情報載せたりとか、うんうん、今度いついつここでライブをやってますみたいなのを載せてるので、うん、はい、じゃあゆうこさんのインスタグラムのやつを下に概要欄載せておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。というわけで本日は、ゲストにゆうこさん来ていただきました。以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。